雑談でございます。休み時間、冠婚金冠、まあでございます。ね。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。お疲れ様でした。今日もね、台所上司で進んでますけど、ね。いっぱい撮りましたからね。ぜひちょっと覗いてみてください。ということでね。いやー、夏から季節は何ですか？春、夏、秋、冬ですか？夏、入っていきますけど。秋は、どこ行ったんで。秋のミルワカはね、いろいろ始めていこうじゃないかということでね。もう4年目になりますからね。ね、聞きました僕の順位表の歌。ね、ありがとう。気まくれにね、先生のオーディションを受けてね、OK が出たんで出しましたけどね、本ちゃんの方で出しちゃったということでね、ショーツ、ね、YouTube ショーツの時代なんでしょ？そうだよ。ね、そうなんだよね、時代はね、かなり。わかんないですけど、ちょっと一個出してみようじゃないかということで、まだの方、ちょっとね、本当だわ。お楽しみいただき、60秒以内にしなきゃいけないんだもんね、あれね。大変よね。あの、J1 のチームを全部さ、読み上げていくのだって、一分に、入れると大変よね、あれね。そうなんですよね。実は1分半ぐらい歌ってるんですよ、あれね。で、歌い直すのもめんどくさいんで、なんか機械で縮めたんですよ。したらちょっとね、なんかこう、なんて言うんですか？音質がちょっと変わって、なんかいい塩梅になっちゃったみたいなね。ちなみにね、これちょっとコメント、僕このショーツ動画の、コメント今見てるんですけど、普段もね、見た、本当？ね、BB クイーンズと同じやり方ですから、僕。再生速度をね、ちょっと変えたり、ピッチシフト変えると、いつものマーサになるよ。そうなの、だからそうやって楽しんでるね。これいいな。ビートルズのアルバムを逆再生するとね、なんか聞こえてくるよ、みたいな感じで聞いていただけると。はい。でも、1分半の方がいいんですよ。本当は僕それを、聞いていただきたかったわけですから、そのバージョンでぜひね、やってください、でもそうなるとショートじゃないってまた難しいあれになるんですよ、だから入んないから縮めただけで ね、皆さんが伸ばして聞いてください。なんかね、ちょっと楽しかったんでまたちょっといろいろやりたいなと思うんですけど、よろしくお願いします、洋楽を作っちゃおうかなみたいなアイデアもありますよ。洋楽、全部英語でスパとドグソの違いを歌おうかなと思って全部 Google 翻訳で訳して。ちょっとかっこよく誰が。確かにいいですね。誰が見んねんみたいな。そういうのすごい好きなんで。やろうと思ってますけどもね。すごいことだな。ちょっとお寄せください。アイディアをお寄せください、ね。よろしくお願いします。はい。いやいやいや。あれやっぱ毎日出してですかね、出す人はね。でも結構定期的ですよね、7分の4とかね、よくやることが多いのかな、1週間に2週間にだから7回か、結構多いなって見てて思いますけれども、いや世間はもう涼しくなってきてね、もう、お散歩がおじいちゃんみたいになってきましたよね。もう毎日この話してますからね。サッカー界はどうでしょうね。サッカー界はね、今日ちょうどほら、あんまり話題がないんですか？そうなんです。J リーグクラブはね、大体いわゆる月曜日がお休みになるので、そうか、火曜日はなかなかニュースが出づらいっていうのがあるんですよ。ただそんな中で、一個ちょっと、これ面白いなと思ったのがあって、内容的に言うと皆さんも知ってるもので、はい、長友佑都選手がやっぱね、FC 東京戻ってきてって記事ではあるんですけど、やっぱ彼がトースポさんのインタビュー、はい、に、臨んだみたいなんですが、そこで話してるのが、正直、今の FC 東京は生ぬるいって感じのタイトルになってるんですよ。あらま、叱咤する意味でね、叱咤激励の意味でリーダーとして。うん、はい。で、だからこそ、勝者のメンタリティじゃないけど、すごい高い位置でのこの熱量ってものを伝えていきたい。なるほど。お話されてるんですが。熱いよね。でなんか、ちょっと、なんか何かでちょっと他の記事見たことがあるんですけど、正直やっぱり終盤戦になってくると、ぶっちゃけデータとか関係ないっていうふうなのが、やっぱりね、ドイツとか、日本だけじゃなくて、ドイツとかいろんなリーグでやっぱり言われることでもあって。データとか関係ない、終盤戦は？そう。いわゆる、本当に細かく言えば関係はするんだけど、要は、例えば。凌駕する何かがあるってこと？そう。例えば、ディフェンスだったら、例えば、デュエル力が強い人がね、スタメンに入るべきだとか、タックルが強い人とかあるじゃないですか。はい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 。だけど、そんなこと言ってられないぐらいに、やっぱ、怪我とか、コンディション不良を、あとはほら、カードで出られませんっていう。なるほどね。とか出てくるから、そこで強い気持ちを持ってスタメンにこうちゃんといけるやつってのが何人用意できるかってことが、やっぱ優勝とかその残留とか近づいていくために必要なんだって話がなんか結構あるみたいな。年間のスタメン以外の何人かの働き、11人ベストメンバー以外ところが大事になる。先生前はね、その年間のね、稼働数みたいなのをグラフにしてくれたあれ面白かったんですけどね。
だ11人では勝てないんですよねっていうね。だそこを長友選手が引き上げてくれるのであれば、うん、やっぱり FC 東京これからもうガンガン連勝続ける可能性っていうのはやっぱりあるんじゃないのかなってのがちょっと面白いところ。なるほどね。かなーなんてちょっと思う。やっぱりあれかね、うん、前線のあのブラジル人トリオ的な人も、あ、うんうん、ね、長友サンダーウィッスって感じなんですかね。あ、どうなんでしょうね。インテルでやってた長友サンダーウィッスウィッスけねえ、敬礼みたいな感じなんですかね。道開けるんですかね。でもなんか、うん、さすがに知ってるでしょうからね。そうですよね。うん。そんなのもあったりするのかな、あとなんかいいのが、中村拓海選手とかね、東京だったら、いわゆる東福岡の後輩なんですよね。あ、高校的に。そっかそっか、はい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 。そうそう。あとやっぱ明治組が結構東京って多いんで、やっぱそこら辺がやっぱこう長友派閥みたいな感じのものが出来上がってくる、来てるんじゃないかって話ですね。なるほどね、うん。そんなポスター見たいですね。マフィアみたいなね。はまき加えてスーツ着てね、一番ボスがちっちゃいみたいなね。で、後ろにこうなんかね、マフィアじゃないけど、こう、かっこいいね。投票マフィアみたいな、そういうような開幕戦のポスターとか来年は見たいな。見たいですね。開幕戦のポスターいいですよね。なんかいろいろね、趣向を凝らしてね。あれ、J2J3 とかのが凝ってる時もあるもんね。そうなんですよね。なんかこうユーモアを凝らしたようなさ。うん。うん、いや、やっぱりストレートにかっこよさを目指すでしょ、 J1 チームって。いや、そうだよね。あれね、いろんなとこ出てくるしね。意外とね、川崎って庶民的に作るんですよ、あれ。うん。川崎の駅前とかに貼ってあるああいうポスター、ちょっともっと照明当ててあげてよみたいな写真使ってたりとか。いや、なんかあれわざとなのかなと思ったりもするんですよね。でもそうなのかもしんないっすね。いや、あれはね、川崎の深い戦略だったらこれね、ちょっと僕はちょっとそれ見て覚えてるだけですけど、そんなないって言わないでくださいね。それが細かい計算だったらまたすごいですよね。市民の親近感の方をかっこよさより取ったのかもしれないっていう。強いな。それができることが強いですからね。確かに、あの、J2J3 とこうが、こう、ユーモラスに取ったりもたまにするじゃないですか。ユーモラスとか、こう、地域の文化、鎧とかさ。ああいうのすごいいいですもんね。いいですよ、ね。めちゃめちゃかっこつけるか、めちゃめちゃ話題になるか、どっちかですよね。どうしてもかっこいいの撮りたくなっちゃうじゃん、今本当に。そうですね。各球団全部フォトショップ持ってる世代で、だから。確かにね。ね、何でもできるもんね。そういうことかもしれん。もうだって包茎とかもできるわけですよ。あれ、こんなに胸大きかったっけ、このセンターバックみたいなさ。お肌も綺麗にできるわけでしょ。そうっすね。ね、確かにね。先生、インスタとかやってる？全然見もしないですね。見もやってないんですけど。うん。アカウントあるんですけど、はいはい、あれすごい自分の加工する人ばっかりになってきちゃったじゃないですか。あ、そうなんですね。あの人形みたいな、うんうん、要はもうマット化の緩いやつ。 あれでも本当本人分かんなくなっちゃってるんですよね。そういうことなん。でも綺麗だからもう麻痺しちゃって、それなんか男の子とかも今普通にやるんですよ。僕知ってるあの若い子とか、ちょっとこれはやりすぎでしょ、女の子じゃないんだからみたいな。女の男どうこうっていうあれはないんですけど、うんうんうん、だから逆にね、みんなスノウで開幕戦の撮ってもいいじゃないですか。あと全員あの男女ひっくり返るアプリでね、下にキャッチフレーズでね、なんか、いや難しいな。うん、ね、反転攻勢みたいな感じで分かんないけどね。あ、なんかね、でもなんかできそうなことはありそうですけどね。なんかユーモアで勝負してもいいじゃないかと。あのキャッチフレーズいろいろありますよね、あれね。あるね。あれどの程度選手に浸透してるんですかね。なんか湘南とかだからうまいっすよね。あ、そうなの。湘南はあの四字熟語にしてるんですよね、それぞれの皆さん。はい、はいはいはい。だからで、それであの応援のあの横断幕とか作られたりすることがあるから、はい、やっぱ選手の皆さんも結構知ってるっていうのが。おあるみたいで、うん、秘書みたいのが多いですよね、やっぱりね。あるね。秘書、あと何ですか、なんか武骨な感じのやつとかもありますよね。あ、なんかこう硬く家臣翔太みたいな。あ、そう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 。家臣翔太はちょっとなんかあれか、ゴリゴリ。まあだけどそういうなんかこうね、なんかがっちりこうリベンジだみたいな感じのものというか。面目躍状とか。ちょっと違うね。あれは違うかもしれないな。先生決めていいっすか、どこ何にします、来年。じゃあ、うん、そうですね、マリノスのを決めていいですよってなったら、あ、今までのはもうちょっとまあリサーチしないものとして、うんうん、かぶっちゃったらごめんなさいね、皆さん先生がやめてくれますけど、
英語でもいいですし、四字熟語でもいいですよ。ロードトゥーワールド。普通にかっこいいやつじゃない。ちょっとダセえ。ちょっとダセえな。ちょっとダサいけど、あの、来年ほら、ロードトゥーカタールっていろんなところでやっぱ言われるじゃないですか。はい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 、カタールワールドカップだから。なるほど。っていうところで、俺らも世界に行くぞっていうので、はい、いろんなところで聞いたプラスマリノスの、なんかそのロードトゥーのところでみんな忘れないものになるんじゃないかっていう。ロードトゥー。なるほどね。はぁ、い、はぁ、あ。僕今思いついちゃったんです。いいですか？はい。ちょっとかっこいい真面目なやつですけど、いいですか？ええ。頑張りますかと。やっぱちょっとね、かっこいいからマリノスは一回ちょっとね、庶民的なところもね、まあもちろん庶民的ですけど出していくんじゃないか。いや面白い。ね。それでね、マスカット監督がこうなんかガッツポーズみたいなことやってくれてたら、そうそうそう、せっかくマスカット監督ですからね。政党のポスターみたいな感じになるかもしれない、マスカットが。やっぱどうなんか漢字か英語みたいになってるからね、そういうなんか、ね、ダジャレ的なのもいいんじゃないかな。あれないチームもあるんですけど、で、毎年一緒ってともあんだよね、あれね。あ、そうですね。2年連続目標を変えずにやってきますみたいなもあります、ね。決めなくてもいいっちゃいいんだもんね。そうなんですよね。早寝早起きとかね。高タンパク低脂質とかね。いろいろあるよ、生活目標だから。確かにね、うん、チームで掲げるものじゃないかもしれない。営業力増強とかね。ねえ、営業活動ねえとか。営業活動みんなやってるよ。いやでもそれをもうキャッチフレーズにしていこうとね、選手も含めっていうことですね。そうですね。5分前集合。ポスターに書いたしみんな腕組んでね、5分前集合、エコアマイフマリノス。マリノスばっかなんで、ね。ベンチャー企業がやってそうだな。あ、そんなのある。あるあるある。いやいやいや。皆さんもね、こんなキャッチフレーズは嫌だ。コメント欄でお待ちしてます。で、嫌な方やっちゃったんだろう。いや、でもこれ無限のこのね、想像力だから意外といいの出てくるかもしれないからね。確かにね。色赤、我々のね、コミュニケーションじゃない、うん、キャッチフレーズ。うん、もしつけるとしたらどんなんですかね、これね。ああ、そのあたりもね、ちょっと考えていただけると嬉しいですね。皆さんだったらどうなのかとか。いや、ちょっと考えましょうよ、今。考えて終わりましょうよ。いや、だってもともとお耳で楽しむとかあるからさ、いくつか。ああ、そうだね。お耳で楽しむ、うん。うん。オールラウンドサッカーでしょ。すごい最初に。だから書いてありますよ、チャンネルの頭に。確かにね。いや、じゃなくて、そのなんか、あるでしょ、そのサッカーチームみたいな。ねえ、我々は。Go to future とか。ねえ。ちょっとダサい、ダサい？なんだろう、YouTube だから、なんだろうね。でも、我々はアップデートフットボールじゃないですか？アップデートフットボール、うん、フットボールアップデート。はい。かっこいい。いや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 。いや、でもデータだから、やっぱさ、データ入ってたもんじゃない？まあね、うん、確かに出た出た出たデータはやだダサい。絶対データ感ないじゃん、それも全然。そっか、そっか、お暇なら来たよ、来てよ ね、ま、毎日やってるから ね、 あ、そうですね、おはよう、ね、朝出してるし、朝のね、朝の一杯のね、牛乳のように毎日気がついたら届いてる。そして栄養たっぷりね。うん、そして気がついたら成長してるよっていう意味ですもんね、ミルクサッカー。そうですね、もともとはね。思えばだから、ミルクサッカーアカデミーってのがキャッチフレーズってか、うん、キャッチフレーズなんですね、思えば。なんかタイトルでもありながら。縄手を表してるわけですよね。そうですね。ああ。さすがだな、そういう名付けたマーさん。これ。あの、河野修斗選手って何かついるんですか、ね、この間実況してて。ええ、河野がボール持った河野シュートーって言った時、なんか河野さんのお父さんと一緒の気持ちになれた気がしました、僕。なんか願いを共有できた気になりましたね。ちなみにセカンドボール拾ったのがボランチの布施シュートですね。パスしてました、その時はね。布施くんって思いましたけど、まあそれはね。いやいや、いつでもシュート狙うわけじゃない。シュート選手はでも多いですからね。多いね。よくルイ選手っていらっしゃいますよね。ルイも多いね。ルイ選手は、あれは、どういう野球選手にしたかったとかは、あるんですかね。ああ、どうなんでしょうね。どうなんですかね。っていう名前で、ね。でも、ルイ14世とかそういうことですもんね。どういうことなんでしょうね。
確かに気になる。でも野球選手に類多いわけじゃないでしょ多分。そうですね。ね、そういうわけじゃない。八村塁とかだっているわけ。ああ、そうですね。うん。でも野球やってたんじゃないですか、お父さん。ベースつけないか。シュートってなんか、うん、フィニッシュ感あるもんね。でもなんかさ、こう塁って名前だから、うんうんうん、あのこうなんか地面にこう根ざしてる感じとか確かにあるじゃないですか。でこうなんかそこでこう地盤をつを積み重ねていくみたいな。重ねるっていうあれにもなるし、あ、そういうあるかもしんないなっていう、うん、サッカー選手は絶対圧倒的にシュート多いと思うんです。多い、間違いない。ねえ、野球選手で多い名前ってあんのかね。でもないんだけど、俺一人だけ言いたい人がいるんだよ、マーサ。あの今年の甲子園にも出てたんですけど、うんうん、でドラ1、10月に行われるドラフトでも1位だと思うんだけど、ドラ1かと思ったわ。違う違う山田ドラ1かと思ったわ、ね、違うね、風間球太。あ、キュータかわいい。球を打つでキュータ。あ、打つのね。そう。太いじゃなくて。そうなの。かわいい、キュータ。まあ、ピッチャーなんだけど。いいじゃない、それは別に。それは、スナップで最後指で打ってるわけだから、あれね。お、指先でピッと、そういうことですよ。ね。そうなのよ。へぇ、キュータ、キュージもいますもんね。あ、そう、藤川キュージって言いましたからね、反省は。ね。あ、それはな。いやー、確かに玉っての多いかもしれないですね。そうっすね。うん。いや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 。たまに審判の審入ってる人いるよね。お父さんなんか審判だったのかな。あー、ね、あー。マギー審司さんとか審判の審だよ。よく覚えてきたな。審判の審だよあれ。が笑かった。確かにそうだ。裁かれる本になっちゃってます。あれな、種あんだろあれ。種どうなってんだあれ。種意味でっかくなっちゃった。あれはね、天が入れてんだよあれね。うん。つって裁かれる本になっちゃった。すいません、今日もくだらないお話にお付き合いいただいて。ありがとうございます。キャッチフレーズね。うん。ちょっと皆さん教えていただき、このキャッチフレーズは良かったっていうね。あ、そうですね。そういうの教えていただけると嬉しいですね。うんうんうん、いやいや。一日一善とね。前の大善。いいかもしれないね。前田大然一致。大然磁石。あ、いいね。でもそこが来てるんでしょうね。前田大然ってかっこいい名前だね。いや、かっこいいよね。確かに。佐藤雄一さんでしたよ。この間、福神、僕実況。福神さんね。先生の名前と一緒だった。ね。ね。漢字が唯一一個だけ違うってのがね。漢字がちょっと違うんですね。そうそうそう。間違えられやすいんですけど、私。あ、そうですか。はい。ああ、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また明日でございます。あ、コメント欄読むの忘れたね、昨日のね。あ、そうだ、なんだっけ、なんか募集したよね、明日やろう。はい、ね、来てんのかな、来てないやろ、まだ見ましょう ね、 ね、はい、ありがとうございました。お耳の恋人ミルクさん、カンガネミーの休み時間でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マーでした。ミルク佐藤でした。どうもどうも、ありがとうございました。